も、サマトランジスタとカルビとレジンデスネメです。イエーイ、とうとう来た。最後でしょ。最後だ。何を話すんすか。いや、それでないんです。いや、それでいい。笹木さんも言ってたでしょ。うん、何を話すかって。うん、話すことあったよね。あった。喋っててあったんだけど、名人のデスネメは俺らも何話すんだ。正直。まず、何してるん。普段何してるん。この前も、そのネクセとか、俺は行くわけじゃん、結構。この前撮らせてもらった時に、名人最近見てないなってメンバーが言って。そんなチームある。名人最近見てないなって何してるんやろみたいな。家で子育てでしょみたいな感じの。まあまあまあ。何もしてないですよ、だから。何もしてないっすよ。何もしてないは、そんなわけないじゃん。そうそうだね。忙しい、いろいろ大変そうや。逆に、何してるんですか。でも、まあ、その撮影したり、まあ、その打ち合わせしたり、うん、まあまあ、だって僕撮影ほぼないです。打ち合わせなんかないです、うん、編集は基本3日に1本とかなんで。ああ、3日に1本仕上げるってこと。出してるのが現状、今ね。ああ、なるほどなるほど。で、しかも動画がそもそも長いんで、うん、別に毎日字幕が出来上がるわけじゃないんで。字幕出来上がんない仕事ないのか。名人効果音だっけ。だからまあ確認、確認見て。俺も確認やってるやん、うん、え、のみ。まあまあ、そうですね。いやいやいや、素晴らしい企業。すごい。ドホワイトじゃん。いや、もうホワイトっていうか。だから家にいて、まあ、編集あるときはまあもちろんやりますけど、もちろんね、そもそも字幕が上がってこないとかになると、まあ話は変わってきます。ロケマサはちょっと忙しそうな感じですよ。まあ確かに。なんかね。あ、そうだ。え、ロケマサと同じ仕事量？そう、それ気になるよね。いや、まあ、ロケマッサは言って確認だけなんで、流し見でまあ最悪いけるっていう、うん、カットして字幕して、うん、でまあ僕が見て、まあ、ちょっと効果音つけたり、うん、でまあその修正あれやっちゃったら修正してみたいな、うん、でロケマッサに渡してロケマッサが見て BGM とかつけてマッサが見る。そんな段階踏んでんだ。おもろ。ロケマッサがちょその編集の中で一番楽っちゃ楽なの。まあでも僕も楽ですけどね。で、マエスさんはまあ撮影があるんで、うんうん、撮影と編集をやってるじゃないですか。うんうん、でもまあ僕とロケマサってそんなに毎回行くわけじゃないんで。あ、そうか。じゃあなんであいつあんな忙しくしてるの。なんかでもロケマサ忙しそう、ね。忙しそうな感じするよ。それがまあなんかやってるかもしれないです。何かね、知らないところで。はい、お互い仕事あんま把握してない。おもろ。すごいね。まだ名人は経てのだから。まあまあまあ。そうそう、経てのだから。そうそう、だ現役時代がもう太く短くだから、ね、壊れちゃったよ、もう多分。いつからか笑顔がなくなったんだよね。いつからか。そんなことないでしょ。昔の方が笑顔だった説あるね。こういう時は結構笑ってるじゃん、今日とか。確かに確かに。フォーカス当たれば笑うんだよ。ああ。ただ何もない時に笑う必要なくないっていう。まあまあ、面白かったら笑いますけど。いや、そのスタンスやめろって腕組み。面白くないんだ。面白くないね。面白くないんだ。結構笑ってくれてる。笑ってる。俺のツボなんじゃん。分かりやすい舐めた後輩じゃん。ああ、そうだね。舐めた年下だと。確かに確かに。いやいや、それが。一番舐めて、いや、薄じゃん。正座で。いやいやいや、やりづらいやりづらいです。逆に一番舐めてる。じゃあ最初から白いってなる。食って食ってじゃん。口の鍋。乾杯。一応下にね。一応下にやる。じゃあさ、編集ない日のルーティンを聞きたい。まず何時起き？今日とか8時ですよ。8時起き？もう子供が起きてるんで。子供起きてベビーベッドに寝てるんですけど、もうさっきガシャガシャやってるんで、うん、あ、目覚めちゃうんですよ。あ、なるほどね。それで目覚めて芝居太郎かなと思いながら。え、子供に？後輩じゃなくて子供に？嘘だ。もうデレデレしてそうじゃない。まあね、なんか、まあ、してると思う、多分。出したくないやろ、多分。デレデレっていうのは、まあ、甘やかすみたいな、うん、まあ、しますよ、やっぱり。ああ、そう。まあ、女の子やから余計にいいかもしれない。ああ、なるほどね。うわ、待って、女の子、うん、このお父さん挨拶やだなこの挨拶やだなめっちゃ気まずそうだな。だって全く喋らんやん。そうだね、うん、面白ければ笑いますよ。いやいやいや、おもろないな。最悪や。まだ考えないか。まあ、じゃあ、ね、あと20年とかするみたいな。まあ、そうか。20年は長いっすよ。確かにな。仕事をしてこうなんか生きてるなみたいになるじゃないですか、うん、実感がね。実感が、うん、あります。
まあ、よく言うじゃないですか、朝は、ね、希望とともに目覚め、昼は懸命に働き、夜は感謝とともに眠るみたいな、それよく言うんだよ。よく言うじゃん。俺結構初めて聞いたけど、恐ろしい人間だよ。よく言うじゃん。この話ばっかしてるんだよ、普段から。麻生さんの言葉。ああ、麻生太郎。ああ、そうそうそう。あ、まさかの麻生太郎抜粋。そう、よく言うじゃないですかね。ああよくは言わなくて、でも確かに名人が何で充実感を得てるのか気になる。そう、手が気になる。うん、確かに。8時起きて、その後何するの？編集あれば編集してですね、もう、うん、なければ、まあ、散歩。散歩、うん、どんぐらい？買い物とかも含めて1時間、2時間。あ、結構するな。買い物っていうのはスーパーで買い物。あ、そうですよ、とかす。で、買い物終わったの？まあ、飯食って夜ご飯ね、うん、はい、まあ、あとはで、まあ、ワンピース見て。ワンピースアニメね。はいはい、うん、で、どんぐらい見んの？ワンピースなんで？しんどくなるもんです。しんどくなる。だいたいどんぐらいでしんどくなるの？2話ぐらいです。2話？めっちゃ時間。全然見れないじゃん、お前。まあまあ、だいたい12時が。いや、12時。もうまだ12時だよ、お前。おい、おいどうすんだ、お前。クソニートじゃねえじゃん。おい、すごいな、お前。何もしてないんだよ、マジで。え、何もしてないってこと？じゃゴロゴロしてるとかってこと？まあ、でもほんまに、ぼーっとしてるっすよね。いや、まあでもやっぱあれだよ、子育てが忙しい。ああ、まあそっかそっか、ね、そなかなかね、そう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 、あんま言う自分で言うのも恥ずかしいもんな。大変でしょ。まあ大変っすよ。だってさ、初めての子育てってやっぱ命をね。そうだな、うん、やっぱ預かるわけ、うん、今何歳？あの、今月で1歳っす。おー、1歳。あ、だからお金もらっていいですか？急激な家事、そんなに回す？びっくりした、びっくりしちゃった。なんでお前その時だけ元気いいんだよ。さっきも誕生日プレゼント、誕生日プレゼント1歳ですよ、娘さんのね。あ、まあそれはね、確かになんかあった方がいいか。僕の親父ですらくれました。確かに確かに。てか待って、お前の親父はそりゃそうや。なんでですらって言ったけど、なんで俺お前の親父以上なの？おかしいやん。いや、でも親父以上やってるんで。あ、親父以上。え、お前の中で俺親父以上なの？そんなポジションだったの？東京の親父っす。東京の親父よ、俺。嘘。いや、じゃあお前相当頼りされてる。頼りされてるじゃん、すごい。じゃあ払った方がいいじゃん。じゃあそうだね。また何でも言えよ。子育て名みたいになってるんだね、今。そうっす。でも仕事よりも子育てです。おー、言い切った。いや、でもだからそれを許してくれる会社がすごい。まあすごい。まあでもあんまやることだけちゃんとやってくれよっていう。やることやったら、まあ僕は何でもありやと思ってます。まあ、やれって言われたら何でもやる。どういうことですか？何がですか？何が噛み合ってない。何親父。親父。お前何の話だっけ？お前何の話だっけ？お前から教えて。何なんですか？親父やろ、俺。息子から喋れよ。マジで光チームよく入ったっていうか、まあ、何もない時の光によくついてったよなっていうのはもう、それもう、うん、もう、本当に勘。まあ、なんとなくでしょうね。10年とかですよ。10年前。20歳の時あったんで。まあ、そっか。別に考えないじゃないですか。まあ、そっか。一度も辞めたいと思ったことない。ないんじゃないですかね。ないんだ。ないからやってるんですよね、今も。思ったらもうメジャー辞めるタイプだ。もう辞めたい。まあ、辞めるんじゃないですか、だって。楽しかったね、やっぱ、仕事。まあ、楽しかったです。やっぱ、そもそもまあゲームが好きだったんで。ああ、だゲームできる仕事っていうのが結構。はい。今って別にじゃあゲームとかしてないじゃん。何が楽しみで今やってるのかっていうのが気になるけど、確かに難しいですけどね。眠い。もしくは飽きた。不安だったんだよ、ねね、もう本当明治の伝説なんて、もう本当史上初の、 あの8分とかで終わるんじゃないかって。僕1時間行こうと思ってます。おお、尺の長さを。ここから移動しますよね、次ね。いや、いろいろ展開作んないと。見たことねえだろ、伝説なんて展開。なんでお前の時だけ展開する？マチブラとかするの？これ泥酔鍋で。でも楽しさ、まあでもシンプルにその動画を撮るのとか楽しいっすよ。あ、そうなんだ。はい。じゃあサブちゃんとかさ、撮ってたじゃん、そのポケカーとか、はいはい、あれとかやっぱ楽しく。まあまあ楽しいっすよ。やっぱりね、メンバーシップとかもネクストやるじゃん、また、はいはい、それもちょっと楽しみだね。楽しみっすね、やっぱ。じゃあ今まで撮影した中で一番楽しかった撮影教えてよ、名人の。残ってるシンプルに楽しいのはやっぱ大型企画になっちゃうんですよね。ああ、あのサバゲーとか。サバゲーなんかしました。
いや、したじゃん、無人島で。サバイバル。うん、だからその、あ、そう、僕のサバゲーターの10。じゃあ、そっちの、だからその予測変換じゃん、違う。お互い。無人島のあれでしょ。無人島のあれだって。無人島のあれ。無人島。無人島、無人島で行こう。今後無人島にする。今後はね。でも大体普通の人サバゲーで、あ、あれのことかってわかるけどね。サバゲー撃ってるから。あ、撃ってる。撃ってるでもしてる。撃ってるならサバゲーでも。サバゲーでも、関連ではない。ミニゲームで撃った。ミニゲームで撃っただけだったわ。俺も思い出したけど。じゃあ違えわ。いやいやいや、でも。じゃあ違うわ。俺ね、そこだけ残ってたから、噛み合わなかったけど。なんで俺も確かにそう言われてみるそうです。でも大体わかるよ、サバゲーで。もうああいうのはやっぱ好きなんだ。やってて面白い。あ、その爆笑とかじゃないですけど。ああ、そうか、自分やって面白いっていう。うん、確かに楽しそうだよね、そういうのってね。動画的に楽しいもんね、まあ言うて。楽しいですやっぱり。うん、でも名人が動画撮るの楽しいと思ってるの意外だったね。うん、ワイワイするのってないじゃないですか別に。うん、その性格、僕友達もいないですし、うん、だからまあ余計に楽しいってなるんじゃないですか。うん、関西の方に友達はいるの？あ、確かにいるっちゃいますけど。うん、そのまあ帰ったら飯行こうとかは言ってますけど。え、いるんだそういう人。もうでもわずかっすけどね。もう、まあまあでも確かに家族いるとね、これから友達作ろうっていうのは難しいかもしれない。だってそう、友達に時間もあんま使えなくなるもんね。まあそう、家族いると、ね、まあそうだね、そうだね。この前熱出たんですけど大変でした。え、やっぱ熱出るとやっぱ大変。寝ない。あ、寝なくなるのか。寝てもなんかすぐ起きちゃうんで。あー、だからずっと起きてないと。だからどっちかがもう起きる。あー、交代制で。だから僕一昨日とかまで一回8時に寝て、うん、で2時に起きるみたいな。でまあ奥さん起きてて、でも2時ぐらいで僕が変わってみたいな。あー、そういうこと、交代制なんだ。すごい、それすごいな。でしかもなんか蓄積してくしね、それが。そうですね、どんどん1回2回やったらまだいいけど、まあ、まだ耐えれるんですけど。あ、それが日常化するともう2人でじゃもう見合ってんの。まあそうですね、一応。へえ、じゃあ奥さんといる時間めっちゃ長いじゃん。そうっす、だって家に3人基本いるんで、うん、ずっといる感じだ、はい。奥さんとさ喧嘩になったりしない？喧嘩はありますよ。しなさそうなイメージ、うん、なんか温和じゃん。、うん、あんま怒ったりしないじゃん。僕がすか、うん、そうですね。そうそう、だから喧嘩っこしなさそう。僕が怒られて、怒られたことにムカついて僕も怒ってるんで、うん、あ、めっちゃ声荒げるとかじゃなくて不服な顔してるんでしょ、ずっと。僕ですか、うん、はい、あの、まあ、態度に出しますよ。あ、オーラは出しますよ。オーラでね、こっちは怒っとんぞって。どうやって出すんですか、どんな感じで怒ってくるの。奥さん、いや、だからその片付け、あー、片付けないんで、はいはいはい、何回も言ってんのにみたいな、はいはいはい、出したら出しっぱなしにしないで。あー、そういうの、あー、そういうの、些細なことで、はいはい、で言われるじゃないですか、うん、まあ、何回か言ってくるんで、うん、やっぱイラッとするじゃないですか。今そうやって蓄積がね、うん、引きこもり少年。喋んない。今の聞いてて、俺はほら結婚とかしたことないけど、ちょっとなんかお母さんの現象ちょっと似てるわ。片付けなさいって俺めっちゃ言われてて、ごめんね、あの付き合ったことなさすぎてお母さんしか伝わってない。ごめんな、エピソードの近いエピソードがお母さんしかなくて、俺びっくりした。なんか似たエピソード出そうと思ったの、わかると思って。でもお母さんしかなかった。ストックに。どう思うわけ、その片付けなさい、片付けてよって言われて、片付けれないじゃん。いや、まあ、本当に僕はできるやつがやったらいいやと思います。あ、うん、そうだよね。だからできないからごめんと思ってる、うん、まあ、もうごめんとも思ってないんですけど、できないんで。できたらやってるじゃないですか、そもそもね。だからじゃあ奥さんができる余裕があったらやってよとも思うし、はい、で、まあ、そう、余裕がないんやったら、うん、放置しといたらいずれ僕はやるんで。あー、だからまたやるまで待っといてくれ、うん、まあまあそうですね、うん、それも子育てしながらの。まあでも、うん、それはすごいと思う。ストレス相当じゃないの、うんうん、お互いさ、うん、もう大変なわけじゃん、うん、どっちが悪いとかじゃないじゃん、もうもはや、うん、でも奥さんのこと愛してるでしょ。まあまあそうですね、愛してるよって伝えたくて。なんで AI で作っておきますね。うちの編集者の人頑張って作っちゃうよ。やめろって。愛してる。名人って本当に掴みどころがなさすぎる、本当に。もうそうっすか、ね、なんか俺は隠してるだけかと思ってたの。でも喋ってるうちにもしかしたら名人っていう実態がないのかもしれない。わかる。あんまりちょっと理解できてないです、なんか。まあ今実態あるしね、ここにね。でそういうことじゃなくて、じゃあ、その、なんて言うんだろう、そんな制度求める？それ。そんな
精度求めるから叶わんで、俺アバウトにやってきてんだから大体わかるやん、それじゃあその、まあ、存在しないと実体がないって言ったら、まあ、大体なんかぼやけてるな中身の、例えば普通の人ったら性格は激しいけどそうじゃないなっていうのわかるでしょ、名人がぼやけてるっていう、あんまぼやけてない、そうなんだから、それ今見えてる今は見えてるよ、じゃなくて中身が、じゃあ例えばなんか意思とかこだわりとかそういうのが強くない、あんまりこだわりがないから、その実体がないようにぼやけて見えるんだろうなっていう意味です。でも名人ってさ、でも相馬のこと好きだよね。まあ好きかどうか置いといて面白いんだよ、やっぱり。うん、好きでよくない？置いといた。どこに置いといた？置いちゃったよ。その次元ではない。ああまだね、はい。面白いんでやっぱり。え、光は好きの方？まあでしょうね。じゃないとやってないですよ、やっぱり。あ、好きなんだ。はい。じゃあ行ったでしょ。これもお願いします。梅田君ですか？あ、やっぱ AI ごめん。俺の音です。光さん大好きです。まあでも光は好きで、じゃあごめん、それそのリトマス、まず続けてちょっと。リトマス社は引っかかんだから危なかった。リトマ、危なかった。危なかった。言わなかった。そうだな。俺が今先手打ってきたから。先手打ってきた。もう大体パターン分かった。なんかね、こう上手いこと例えようとするからね。うん、いや違う、例えなんてほぼ外してるみんな。大体笑っとけ、大体笑っとけ面白く感じるから。そんなピンポイント面白いの出ないから。大体笑っとけ。リトマス社がなんだっけ。そこはどうでもいいんだよ。青色に。だからそこはいいんだ。アルカリが青、酸性が赤、どうでもいいよこれ。酸性が赤なんだ。いやでももう知らない。もういいじゃん。そこは。じゃあまあ光は好きじゃん。マイさんは好きか、好きの次元にいるかどうかってことね。別にいないっすよ。え？おお、そう。どういうイメージなの？じゃあ社長でありながらもやっぱっ舐めれる上司なんで。ああ、やりやすいってこと。まあまあやりやすいっす。悪くない。あ、まあまあ悪くないです。名人とか前さんとかはもう本当に何とも言えないその信頼関係があるから、前さんをさ名人いじらせるじゃん、こうやって。そしたらなんかもう嬉しそうにするよ、ね、なんで前さん怒んないですかって言ったら、まあ、名人昔からそうなんだよだると思ってっていうから、まあまあそこはいい。じゃあロケモソもう部下下なの。下はもう全員一緒っすよ。あ、全員一緒、ロケミンも全員一緒なんだ。相馬も下下っすまあ、そどこでの下んかは想像にお任せしますけど、うんうん、確かにあるカテゴリーの中で下だよね。まあまあ、例えばヒカルチーム内の序列で言ったらもうもちろん下だよね。まあまあそれはやっぱね、うん、でも人間的にはどう？下っす。あ、下だった、うん、だいぶ下っす。だいぶなんだ、はい、あ、僅差でもない。僅差ではないですね。どごめんなさい、会った時からごめんなさい、会った時からもう抜かれてたんだ、はい、あ、そうか、やってる途中に抜かれたとかじゃなくて、まあ、その抜かれたっていうか抜いてもないですよ。あ、そもそも下やったんだ。あ、もう先天性で、はい、内訳みたいなの教えてほしいですどういう点数の付け方してるのかっていうでも俺はね、名人はずっと結婚しないと思ってたんだ。名人は一番仲間だと思った。正直興味ないと思ってた。ああ、はいはいはい、だから女の子に絶対興味、だから興味ない、まあ、興味なさそう。いや、だから興味なかった、うん、本当に。だからなんか俺はしたいけどできないけど、まあまあ仲間じゃんって思ってたら、まさかお前だけでだからそこはめっちゃ思ったんだよね。名人がなんでそこまで結婚したのかっていう。いや別に理由なんてないですよ。うわ、かっこよ。僕の中で何でもいいかっていうのがあるんですよ、究極最終的には根本、うん、はい。仮に結婚したとして、うんうん、まあ別れるじゃないですか、うん、それでもいいじゃないですか、うんうん、だから別にまず結婚してもいいなと思う、まあ、そもそも結婚したところで何か変わるわけではないと思ってたんで。ああ、なるほどね、うん、まあ、実際どう、結婚しても変わんない、やっぱもう結婚では変わんないですよ。名人とこんな話すことないからな、マジで。でも名人は俺だ結構印象的で、うん、珍しい撮影をしたことある人だなと思ってて、うんうん、レイクレとコラボした時に名人いたじゃん。いたわでその形ってあんまないじゃん。いや、じゃあロケマサと撮る時は、まあ、A さんはまあ、うん、まあまあ、うん、あるじゃん、うん、で、女はないじゃん。確かに確かに、うん、俺らがあんまコラボしないのに、うん、なんでこっちついてきてるやろと思ってレギュラーメンバーの感じで来るよ。そう行ったじゃん、観光で行った時に、うん、ソムさん、今日その後何するんですか、俺なんかレイクレ撮るんだよ、ね、レイクレっすか、え、行っていいっすかそんなパチンコみたいな感じで来るんだって思って別にいいんだけど
軽くないと思ったけど、まあまあまあいいかと思って、もう全然いいけど、うん、本当に来るのかなと思った。まあね、あんま興味ない、そういうの、ね。そしたらもうめちゃめちゃ楽しみで、そうだね、ペロはいないんですかって言うわ。あ、ペロ待ちなんや、まさかのと思って。ペロ会いたかったでしょ。まあまあそうですね。レイクレやっぱ面白いじゃないですか。あ、まあ面白いね。あ、レイクレとかは 見たりはしないあんまり。え、見てますよ。あ、見てんだ、レイクレ。やっぱペロ欲しい？レイクレだったら。そうですね、やっぱそうなっちゃいますよね。まあ、やっぱそうか。やっぱミックスワーハンドとペロリンチョがいい。でも、ちょっとスタンス似てるよね。あ、わかるわ。わかるよね。あのね、舐めてる。本当に。え、だって、最悪喋んなかったら楽だと思ってるから。いや、マジ思ってるね。喋んなくて人気出て女だけでいいと思ってるから。そうだね。本当にそうなの。間違いない。俺ら、クラブ行ったじゃん。うん、あれ、ね、ひどいもんやったの。いや、おもろかった。いや、だってもう動画の100倍気合入れてるから。めっちゃ喋るもんね。めっちゃ喋る。今日髪シャンプーしてきたの。一応鉄板とお蔵した。髪の毛。いいニュースだっていう。他にじゃあ好きな YouTuber いない？いないかもしれないっす。ペロオンリー？オンリーペロ。オンリーペロやば。すごいえぐい短期待ちだ。確かに。えぐいな。名人が。ソーマトランスチャンネルを、まあ、ちょこちょこ見てくれてるじゃないですか、はい、これは面白かったと思いますよ、うん、っていうのはある。参考に聞きたいわけ、こういうの面白かったんやって、もうちょっとない感じになってる。そんな悩む。一回見ようか、うん、確かに。あ、見てる、めっちゃ見てるやん。見てくれてんだよね、うん、ないかもしれない。これは名人は別にいい、面白いって言われたんだよ。だって見てんだもん。ああ、まあ確かに。そうそうそう。あの、これが何よりの証拠というか、別に俺ら的には、面白いのあったあったで、ハードル上がって、なんで面白いのやんないやろで見なくなっちゃう。バカにしなくなってもいいから見てくれてるってことだよね。そうそうそう。ああ、いいことだ。それは全然いいこと。だから見てもらった方がいいじゃん。確かに。面白いけど見てないやつっているじゃん。ちょっと待って、レイクレは見、これ、見てないかもな。ほんとだ、レイクレの方が見てない。嬉しい。お酒持ってこうか。大丈夫。あ、なるほどね。いや、だから面白いと見るはまた違うんだと思う。まあ、そうだね、うん、底辺が頑張ってるの好きみたいなさ、うん、言いましたっけ。そんななんか前俺聞いたことあんの。やべえやつですよ、そんな。いやいや、お前大体言うだろ。言うし、毎回忘れるの腹立つし。そういうのもあんのかな。なんかもがいてんなっていう目線で見てくれてるのかな。見てくれるっていうのもあるし、やっぱヒカルチームなんだかんだあったかい。だってロケマスも見てくれてるし、笹毛さんもなんだかんだ見てたし、うんうん、あ、そうなんですか。マイスさんぐらいだよね。マイスさんは見てない。そうだったね、全然。ヒカルさんはどうだ。ヒカルは、コメント欄とか毎回見てるね。へー。ヒカルは自分の動画も見ないって言ったら内容、うんうん、じゃなくてコメント欄と反応だけ見てる。へー。で、大体中身が分かる。言ってたから。それすごいけどね。それは特殊やね。特殊ですね。うん、3時間喋れてたけど。10分にはなるっすよね。いや、もうちょっと全然だ。もうちょっと、リアルなやつ言うと22分だな、これ今。23分22分で、そう、あ、でもこっから、あの、訴求入るんで、レジの訴求聞きたいかも。確かに聞いたの。あんま言うことができないんだよね。むずいよな。こっからね、夏。いや、そうですね。あ、日焼け止めか。これ日焼け止め。はいはい。まあ、こっちはエンジェルトーンですね、商品名が。この時期から夏に向けて、こういうのに元気になる薬みたいな。エンジェルトーン。わかるよね。商品名がエンジェルトーンなんで、はいはい、してください。天使を思い浮かべて、だ天使のような感じになるんだ。それもどうなんだ。むずいな。ちょっと攻めちゃダメなんだね。多分ね。調べてた。調べて、ね。調べてほしいです。マジで、うん。どういう成分が入ってるのかとか。うん、これマジいいっすよね。アゾルカルム使ってる。これはい飲んでましたね。やっぱこれ2つで、これはまあ塗るタイプの日焼け止めクリーム。日焼け止め、ね、なるほどね。これのおすすめの使い方って、うん、これさ、ま、安くはないじゃないですか、うん、俺はこれを顔だけに塗ってたんですよ、うんうん、で、うんうん、こっちの方はコンビニでその辺のでやると結構経済的にも良くて、うん、俺的にはそれですごい使ってましたね。ベタつかない。あ、ベタつかないんで。なるほど。ベタつきにくい、うん、ハンドクリームとかも使ってるんですけど、油っぽくないっていう。ハンドクリーム普通の市販のやつ塗った後やったらなんかスマホについたりするんです
わかります、うん、わかります。でもまあつけにくい、うん、あといい匂いします、ハンドクリーム。あー、なるほど、いい匂いは良さそうだね、うん、いい匂いは良さそう。めちゃめちゃ訴求しにくいな。むずいな、ガチでむずい。だからサブスクに入ってもらうことが目的だもんね。別にだからこれを訴求してというよりも、まあ本当にそうっす、うん、サブスクに入ってもらうことが、まあ、いろんな商品がありますよっていう、うん、だから例えば今後ネクステが復活するわけです、うん、はい、でそれはもうとにかくサブスクで見れるわけですよね、うんうんうん、メンバーシップ始まってるんで、うん、メンバーシップとごめんなさい、サブスクって違うの？一緒は一緒だよね、うん、だから動画が見れるようになるんです、うん、サブスクに入ると動画だけのやつもあります。あ、動画だけのサブスクもある、ね、1900円で確か、うん、こういうの買っての方がお得だと思います。間違いないね、これ商品プラスただ動画がついてくるだけなんで、まあそうだね、動画だけやったら動画を1900円で買うことになる。まあそれはちょっとって感じか、人もいると思うんで、うん、だからまあ買った方が、まあね、おすすめ、せっかくおすすめのやつだからっていうことだね。ネクステ復活するってびっくりしたよね。そうっすね、やっぱりね、そう、最初メンシプって知らなかったから、おお、なんかちょっと冷や汗の方が書いたもんな。わかる、ちょっとわかる。またその大食いとかやるのかな。ああ、はいはいはい、いや、あれマジで地獄じゃん。俺ら本当にガチでやっちゃうから、ね、あれガチしんどいな。何が一番辛かった、大食い？なんすか？俺はもうダントツカツカレーだな。あ、もうカツカレー食ってない。こつい食ってなかった。え、なんで食ってなかったんだっけ？あれだから3人になって、うん、3人の方でまあ誰か休むってなって、うん、僕が確かじゃんけんがなんかできますから、ね。あん時もヒカルさんもやばかったし、全員ダウンしちゃったね。全員やばい。だからミッキーがさ、入ったばっかだったんだけど、あいつマジでお前食えねえくせに、なんか俺行くわみたいな感じで言うから、新入りのこんなイケメンのやつに負けた俺何も残らねえじゃねえかよと思って、食うしかねえじゃん。でもあいつめっちゃ頑張るのよ。あ、なるほど。お互いもチキンレースみたいになってんだ。もうで食って食って、もう絶対負けられなかったもん。なるほど。まあ、それは負けられないわな。負けられないです、ね。ミッキーに大食いで負けたら俺何残んのっていう。その圧があったね、本当に。俺もカツカレーだったけど、食ってないでしょ、あんた。はい。でも白飯きついってこと？いや、白飯得意でしょ。いや、でも白飯の時は、あの、本当に本気出したんで。あの時だけ本気出した。そうだな、あの時負けたもん。そうなの、負けたもん。僕とロケマサチーム、まあ、笹毛さんも。みたいな。こっちでしたもんね。で、俺とヒカルとお前さん。お前さんがなんかもう、手を諦めたやつ。いや、あいつマジ。食べないわけじゃないんだけど、本当に平均的なの。本当に予想を超えないというかね。絶対食べる量決まってるの。あとやっぱ前さん切り札があるんで、医者からあの逆流性って。ああ言ってたな。逆流性食堂。あとそのロケマンさんが本気出しますってベルト開けるだけ。毎回ベルト開けるだけ開けて、別に特に何も変わらず。ベルトだけ開けるよね、あいつね。確かに、多分こう次ネクステの皆さんですね。てか多分新居の。あれ、多分来てもらうやつなのかな、どうなんだろう、うん、で、その時に名刺取るらしい、うん、らしいよね、はい、聞いたそれ。あ、僕は、はい、知ってます。あ、知ってる、いろいろ知ってます、いろいろ知ってる。わ、マジ新居何されるの、何すんのお前。でも、うち結構怖いっすからね、うちの家。いや、だけど、お前そんな言ってるけど、心霊とか信じる？いや、あんま信じてないです。怖くはないと。うん、なるほど。それ冷静に考えて、人間の方が切れたら怖いっすから。うちね、どっちの怖さもあるんだよ。います。まあ話せば長くなるんだけど、まあそのなあ、これ動画で使わないけど一応説明する。いろんな楽しいニュースがあの、うん、届けられると思う。だから本当にあの変な家みたいな、ね、そう今映画でやってるんで、ね、すごいとこ住みますね。他にもいろんなあるね。その平屋みたいな隣にあって2世帯住宅みたいな入り口2つあるわけ。でまずなんか繋がってない、独立した2世帯住宅が1個ついてて、それ最初に間取りの時に入ってなくて、でこれ何ですかって言ったら、これ別で今度貸し出そうと思ってるんです。そんなわけある？世代住宅の片子だけ今度貸し出そうとしてそんなことなくね？えって思って、で俺らさ隣に住まれたら嫌じゃん、だからここも借りたいですって言ったの。まあ俺 YouTuber だからさ、他に迷惑かけるかもしれないですけど、いいですよみたいな。でそしたらいくらですかって言ったら、いくらがいいですみたいな聞いてきた。そんなことあります？ね、でそこに行ったらもう本当にもう6畳ぐらいの部屋で、はい、トイレだけあるので、窓あるんだけど、こう窓もこう開けるタイプでカシャカシャカシャって、はいはい、こうやってこういうやつ で、はいはい、でしかも鉄格子ついてるの全部に。これ何想像する？簡単なクイズだよ。すごいでしょ。ちょっと行ってみたいってなったでしょ。見てみはしたいですね。
ほらやっぱりそうだよ。来てほしい来てほしい。こんな YouTuber だったらみんな大好きな家だもん。そうだって何でもかかる。一言だからね。こいつはそうなんだよ。一言だとね、楽しんでくるんで。そうだね。そこに住むって考えてみる。住みたくはない。お前の子供部屋にしてやろうが。なあ、その部屋を。平屋の部屋を。いいですか？いや、いいよ。いいけど、俺知らんぞ。まともな育ち方せんぞ。え、でもマジすごいね。そんな家あるんだって思わない？確かに。貸し出してるんですね、そんなとこ。そう。でも面白い家ではある。そうです。あ、とちなみに普通の、あの、めっちゃオーソドックスの情報忘れたけど、普通に隣墓地なの。オーソドックスだ。まあ、それはもうね、あるあるじゃないですか。喋りすぎて忘れてる。普通にオーソドックス。じゃあ遊びに来てくれるってこと。まあまあはい、行きたいですよね、それは。おお、すごい、来ていただいた。俺らのコラボで初乗り気じゃない。よかった、やっぱ借りてよかったな。やっぱりあそこやっぱいいよ。金のなる気だよ。あれはもう本当しこたま使ってやるんだよ。宣伝あんましないから大丈夫か。まあそう、難しいですからね、まあまあ、結局限定の動画が始まったっていうことぐらいですね、うん、あと新しいの。あ、そうだね、今かかったやつも出てるんで、うん、ぜひ見てください。ぜひ見てください。愛してる愛してる、うん、大好きだよ大好きだよ。ヒカルさんヒカルさん大好きです大好きです。オッケー、これ声 OK かこれ AI の声 OK なんで、あとよろしくお願いします。すいません。じゃあここから後半ですね。後半ヒカルさん大好き。